今度の日曜日に投開票される東京15区の補欠選挙にはご覧の9人が出馬しています。政治と金の問題についてですが、政治団体 NHK から国民を守る党の福永克也さんは政治資金に対する監視が弱いとし、一般のフリーランスと同等の制度にするべきだとしています。政治家自身も責任を負う連座制の導入については慎重であるべきとしています。無所属の音武宏忠さんは政治資金収支報告書の虚偽記載に対する罰則強化や政治資金などを監視する第三者機関の設置などを掲げています。参政党の吉川里奈さんは政治資金パーティーでの寄付は個人からに限定し、使用方法や用途について明確に公開するべきとしています。無所属の秋元司さんは現在20万円以上となっているパーティー券購入者の公開基準について5万円に引き下げる案などを主張しています。日本維新の会の金沢由衣さんは企業団体献金の全面禁止や連座制の導入など政治家の責任強化、領収書の透明化を訴えます。政治団体翼の党の根本亮介さんは政党から議員個人に支出される政策活動費について政治活動として認められる範囲をしっかり定めるべきだとしています。立憲民主党の酒井夏実さんは政策活動費の廃止や企業団体献金の禁止、連座制の導入を訴えています。政治団体日本保守党の飯山あかりさんは連座制の導入などを掲げつつ、議員になってもお金を儲けられないようにするため議員歳費や報酬を下げるとしています。無所属の須藤元気さんはこの問題の元にあるのは選挙に多額の費用がかかることだとして、お金のかからない新たな選挙制度の構築を訴えています。